ンビー敗退。日鉄クレア土地問題を考える会が開催した集会には、防衛省の整備方針に反対する市民などおよそ400人が参加しました。日鉄クレア土地をめぐっては、防衛省が一括購入して複合防衛拠点を整備する方針を示していて、先月から県、呉市、日鉄、防衛省での4者協議が始まっています。参加者たちは呉空襲で体験した戦争の悲惨さを訴えたほか、軍と反対などを掲げてデモ行進を行い、市民へ防衛拠点化の反対を呼びかけました。軍都に戻してはならない、再びしてはならないというようなことを強く感じました。そのためにね、やっぱり行動を起こす必要がある。多くの市民がそういったことに方向を向いてくれるように頑張りたい。